スタートしました。8枠両党好スタートを切りました。まずは大拓山とが出てまいります。しかし押して押してユーゴファルコンがこれに並びかけてまいりました。前はにこの2頭、その後は2馬身差、大気トレジャーが3番手、その後は2馬身離れてアグネスワードは間、そしてその内からはブラックホークが上がってきました。さらにはジョージ・シラオキ、シンボリ・インディー固まっています。あとは2馬身離れて中段の位置に香港のベスト・オブ・ザ・ベスト、マサラッキー外並んでいます。あとは2馬身離れてマイネル・ラブ、そしてその後は半馬身差、内から大気ブライドル、さらには半馬身差キング・ヘイロー後方4番手、あとは2馬身差マイネル・マックスとブロード・アピール、最後方最後方大気が1番のビハインドザマスケ、3、4コーナー中間点を通過しました。さあ前の争いですが、ユーワファルコンと大拓山とこの2頭が並んでいます。あとは1馬身差大気トレジャー、これが3番手、その内からは杉の早風が4番手、さらに間からはアグネスワールド、そしてその外からはシンボリインディーとジョーディーシラオキ、ブラックホークは内、間マサラッキー直線コースに入りました。さあ先頭は大拓山と、大拓山の先頭ユーワファルコンとこの2頭の争い、そしてその後は3馬身離れて杉の早風とブラックホークが内から突っ込んでくる、アグネスワールド連れています。3番手4番手の争いであと 150m、 坂を駆け上がって大拓山が先頭か、そしてストーついては懸命にブロードアピール、マイネル・ラブを突っ込んでくる、間からはアグネスワールド、そして懸命にブラックホークだが大拓山とゴールイン、勝ったのは大拓山と。